開をいたします。そして12月24日木曜日の11時からは京都祇園の日本初2020年今年の漢字第1位は密密かでございました。この儀式では今年の漢字を清水寺本堂のご本尊清水方11面千手観音像にご奉納いたしまして、来年が明るい年となるようにお祈りさせていただきます。世界的なこのコロナ新型の被害に遭っておられまして、そして大勢の方が亡くなっていらっしゃいます。今書かせていただいて本尊さんにお供えをさせていただいて、お亡くなりになりました方のご冥福を心からお祈りを申し上げた次第でございます。我々は努力をしてこの金の撲滅に努めていただきたい、かようなことを考えておる次第でございます。来年は素晴らしい年でありますように、ぜひ皆さんと一緒にそんな世界を作っていきたいというように思っております。